曹操は密書の一件で当初王子服らを斬った。お腹に5ヶ月の子供がいた陶器妃も見逃しはしなかった。私もこの件には関係がある。曹操はまた兵を挙げて攻めてくるだろう。ご心配なく、私が紀州へ行ってもう一度袁紹の援助を求めてきましょう。治世三公の意向にひれ伏すがよい。袁紹殿、なぜそんなに憔悴しているんですか。服装も乱れてるし。ああ、わしはもう死ぬ。どうしたんです。一体わしは五人の子を設けたが、意に沿うのは罰子だけだった。それなのに、その子は今海戦で命も危ない。他のことに構う気になどなれんのだ。今曹操は劉備殿を討つために統制しています。この隙に乗じて義兵を起こせば天使と万民を救うことができます。これは得難い機会ですよ。袁紹殿にしか決断できないことです。それどころではないと言っておるだろう。天下の方が大事です。最初は不利を恐れていました。説得が功を奏し救援を約束してくれました。曹操が統制してこちらに向かった隙を突き、袁紹が巨匠を襲撃します。敵を分散させる、義を囲みて趙を救うの策です。袁紹は策が失敗した場合身を寄せても良いと言っておりました。うん、